きます。いただきます。いきます。いきます。すごいなこれ。どれからいきます？で、俺野菜から崩さないと麺に届く。めっちゃ暑いよ。若干下がりついてる。はい。でもそんなことない。そんなないじゃないかな。豚のやつだ。うん。食べるの難しそう。ナスの方が熱そうだな。見えるかな。極太よ、極太。なかなかこれ系のラーメン屋でもないよ。ない。ここまで太い。すれる？食感がいまいち。おってなった。ね、太いよね。縦に裂いてるからね。うん。やっぱ。ほろほろ。
チャーシューに近いの。重くて持ち上がらない。全然すすれてない。ごたえすごい、うん、なんか腹式の練習になりそう。ボイトレ、ボイトレになるね。炙りも食べよう。もらうね。うん。
取るの。まあ、はい、あと半分。お、置いていくよ。うん、置くスペースないもんね。確かに。山だよ。ニンニク、ニンニク。ニンニクいいね。うん。やっぱ合うよね。合う。僕もちょっと。いる？いる。うん。ほら、年月感じるし。それは濃いわ。危なし、危なし。まあ、美味しい。うずら。うずら、味玉じゃなかったわ。うずらだった。ハルシュ味玉だから。減ってるみたいな。そうそうそう。と思うよ。多分ね、そうだよね。だってつけ麺、氷水でキンキンだったもん。氷水冷やしてたね。びっくりしちゃった。なるよね。なる。ギュッとしてるから、
慣れすぎでしょそうコメントとかで言われるけど、うん、でも勘違いしないで、料理に慣れたわけじゃないから、二郎系食べ過ぎて慣れたらあるあるだね、あるある、卵割りだけよなと思って、そううん、俺も一口で。マラソンが。全然違うわ。全然違うね。うん、知れない。食べやすいと思ってそれ。うん。手汁も美味しいな、ピリ辛のね、うん、夏にぴったりやね、いい、これも結構麺食べたつもりだけど、もうこうぐるんってするとまた増えるなくなるの早いね、そう、うん、合う、さっぱりする、油とか糖を分解してくれるから、ね、うん、カロリーゼロだ、いやいや、やっぱりどう頑張ってもヘビーカロリーよやっぱりどうしてもプロローンと分解してくれるから、もうどうあがいてもあがいてもヘビーカロリーよ帰り調整だ。そしたら俺あれじゃん。
ドラのサムネもゼロで書かなきゃいけないじゃん。あ、本当だ。あ、ダメだ。ゼロキロカロリーかかるけどなっちゃうじゃん。下手したら伸びるな。これでみたいな。卵をつけたら薬。でもね、ちょっとその卵にもね、その漬け汁ちょっと割ったりしても美味しいよ。うん。うん。一口のすすりが長い。僕にだったらなくなっ、そもそも減ってないから今日ラスの倍かかるわ、時間。そうね。それはしょうがないよ。なくなってくる様子がないんで。これ好きなんだよね。卵に。あんましない？うん、こういうの？あんまほら、今日そこまでカスタマイズする話じゃないじゃん。あー、確かにそうか。それも分かれるよ、カスタマイズする派と絶対しない派と。うん、さすがに混ぜないとやばいな。え？さすがに混ぜないと。うるさいっすね。私が喉に来た。それがまたいいんだ。でもちょっと今俺半べそ。あ、鼻が赤い。いいでー。
麺いる減らんねえ減らんねえこれ。福島思い出すねああそうだね、うん、思い出す。最近これでもかと言わんばかりいろんなとこ行ってるよ。行ってるいろいろ回ってるね。タイ、台湾、アメリカ、オーストラリア。え、行ってない行ってない行ってない。海外はその2カ国タイと台湾。国内はぐるぐる回ってるよ結構。回ってるな。福島行って一緒に行って、うんうん、まあ博多とか福岡とか。博多福岡って全部福岡なんだけど、まあ福岡、まあ博多とか北九とか、うんうん、いろいろ回ってる。充実してるなって思う。そうね。なんか現地のご飯とかいろいろ紹介したくてさ。ああ。うん。この前も北九で小倉ってところの、うん、まあ、ソウルフードみたいな。小倉、うん、で本当に狭いこの範囲の中だけでなんかお店がある、うん、ドキドキうどんってやつとか。うーん、まだ編集してないんだけどさ向こうってやばいよね。うどんのがドキドキうどんはやばくないの。うーん、あ、そうだよ。なんか肉うどんなんだけど、うん、基本的にはじゃあなんか由来したらギトギトうどんからなんか呼ばれ方が変わってドキドキうどんになったみたいな。うーん、油でギト、肉の油でギトギトしてる。でも全然そんなにそんなギトギトしてなくて甘辛いお肉とすごい美味しかった。美味しいよね、うん、でこの前も長野でもローメンっていう、あ、うん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 、あれも稲とかのソウルフードなのかな。そうね、うん、なんかそういったのなんかまあ国内と国外問わずなんか紹介していけたらいいなと思って。各地のな美味しいものね。の美味しいものと、あと自分が好きだとか食べたいと思ったもの、うん、まあなんでだいぶ今8割方ラーメンだけどすごいよね久々にチャンネル見たらラーメンチャンネルになってると思ってだって俺ツイッターでも言われたもん、ん、ラスカルさんのツイートがラーメンボットになってる確かに。あんまり普段のことって俺ツイートしないからさ、うん、食べたこととかがメインでちょっとラーメンばっかなってる牛好きだね。うん、じゃあ最近何かやったかな。あんま最近、まあ昔に比べたら全然ドラ動いてないよね。触ってないね。あの何十分だけ鬼リプ開始しますみたいな。もうね、ごめんだけど時間ないわしたいけどね。うん、ラスが代わりにやってればいいこれもともと触らないもんこんなに。でも打つの早いじゃん。打つのはね、みんなが思ってる10倍ぐらい本当に早い。でもあの、あ、うん、5時は多いそっかな
選んで選んだの俺。もうすぐ最後よ。これだけだ、これだけだけど大丈夫。でもほら油とか油とかあるし。え？俺一人それ。うずらはいいよ、遠慮しないで。うずらはいいんだけど、油は違うって。ああ、そっか。こうやって普通に雑談を始めるってことは、お察しかもしれないけど、疲れてきてるんだね。調子乗って入れすぎて噛めなくなった。ん？調子乗って一口で入れすぎて噛めなくて焦った。とりあえず、ドラゴくんのは残りはこっちで見てください。先に、ちこさんです。お疲れ様です。じゃん、お疲れ様でした。何？何？